こんにちは。美味しいものが食べたい、よしです。今日はね、お魚買ってきました。サバです。今日味噌煮にしていきましょう。ほんなら、いかめか。はい、主役のこちらサバですね。ちょっとなかなかお値打ちだったんですよ。で、あと調味料なんですけどもね、こちら酒、それからみりんでしょ。あとはね、砂糖と、それから赤だし味噌。普通のね、あの全国区ではね、多分あの信州味噌を使うんだと思うんですけど、赤だし味噌、これを使っていきます。あとはね、生姜、そんなところですね。はい、味噌と砂糖先に測っちゃいました。ちょっと測りにくいんでね、大さじに4杯ずつ入ってますよ。で、そこへね、お酒も大さじ4杯、全部同割りですね。みりんも、大さじに4杯入ります。はい、これをね、大雑把で大丈夫ですよ。あの大きな粒がなくなるぐらいでね、かき混ぜておきます。はい、こんな感じでね、まだあの粒々残ってて全然大丈夫ですから、とりあえずこれで、合わせ調味料を作っておきます。はい、それではね、生姜を切っていきましょう。普通にね、あのスライスすればいいです。なんか1枚脱走してきましたよね。はい、まあだいたいこんなもんですけど、はい、次はサバなんですけどね、ちょっと匂いが、強いものを切るときはね、こういったあの僕はサテライトの、まな板を使うようにしています。100均で売ってますからね、これね。はい、ではこちらサバです。丸々1本ではね、ちょっと多いので、大きいので、ちょっと2つに切りましょうかね。あ、シートまで一緒に切っちゃった。はい、で、十字にね、ちょっとこう深く切り目を入れていきます。はい、それをね、ちょっとあの適当なあの鍋がなかったもんですから、ちょっとこのフライパン使っちゃいますけどね、深型のフライパンです。ちょうどぴったりね、あの魚の量と鍋の底が合えばいいんですけども、なかなかね、こう大きいものがないもんですからね、こんな感じできちっとこう並べていきます。はい、ガスレンジの方にやってきました。さっき合わせた、お味噌ですよね。これをダーッと入れます。わ、ちょっと多いな、いっちゃえちょっと多いですね、これね。まあまあまあ、で、ほぼ同量の、水ですね。ちょうどこれでね、サバがしっかり浸かるといいんですけども、大体いいですね。で、そこへね、生姜をバラバラっとこう散らしていきます。はい、じゃあ火をつけていきますよ。クッキングシートをね、ちょっと適当に切って、こうしてね、三角にまず折るでしょ。これ紙蓋を今作っていくんですね。で、また折って、これ別にあのそんなきっちり折る必要ないですからね、あの適当で全然大丈夫です。でね、真ん中にちょっと空気穴が欲しいので、ちょっとこの先っぽ切り落としておきますね。で、これでこう紙蓋ができるわけですね。じゃあちょっとね、沸騰してきましたので火を少し弱めて、でね、完全に沸いてくるとね、アクがあってこう浮いてきますんで、アクを少しすくってから、蓋の方は閉めますね。レンドルが大きすぎて作りにくいですね。はい、こちらでいきましょう。はい、ではね、軽くアクをすくったところで紙蓋をしていきます。
で、ちょっと火はね、緩めてください。ちょっと緩めすぎちゃった。はい、これでね、ちょっと煮込んでいけば、もう味も入っていきますからね。はい、あれからね、7、8分経ったところですね。ちょっと中覗いてみましょう。うわ、いい感じですよ。はい、このままね、味噌にドロッとこう濃度がついてくるまでずっとこう煮詰めていきます。ちょっと火強めちゃおうかな。はい、じゃあもうしばらくね煮ていきますよ。さあ、あれからねまた 7,8 分、経ちました。ちょっとねもうこれぐらいの状態で多分いいと思いますね。はい、こんな感じ。ちょっとね、お味噌に少しだけとろみがついたような、そんな感じですね。見えるかな。はい、これでもう完成ですのでね。では火を止めて、これをその1日で1人で食べるっていうのはちょっと、多すぎますので、こういう手を使います。これ熱いうちからねもう入れちゃって大丈夫ですから、こう冷めていく間にね味が中へ入っていきますんでね。はい、こんな感じ。あちあち、こんな感じでね、中へ入れまして、この、今日食べるやつをねちょっと盛り付けて、残りのこの煮汁もね全部このジップロックの中に入れて、じっくり常温で冷やしていきます。完全に冷めたところでね、冷凍をかけます。はい、ではね、サバの味噌煮完成です。はい、じゃあ早速ね食べてみますよ。いただきます。めっちゃこみ上げかわ、これ。飲み物忘れてきちゃった。はい、持ってきましたよ。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。まあ味変ってわけじゃないんですけど、七味唐辛子がね、絶対これ合うと思うんですよ。途中でかけて食べようと思ったんですけど忘れちゃった。夢中になって食べちゃいました。魚が嫌いっていう人の中にはね、もちろん味がね、生臭いから嫌だとかね、味が嫌いっていう方はもうこれはもうどうしようもないです。例えばね、骨がどうも気になって、掴んだという人もね中にいると思うんですけど、そういう方ぜひね、魚の骨ってどういう風に入ってるかっていうのをちょっと調べてみてください。そうするとね、全然その魚の骨って苦にならなくなりますよ。ここに骨あるなって分かってますから、そこをこう箸でちょいちょいとほぐして食べていけば、ね、すごく食べやすいですから。特に今日のサバなんていうのはね、骨がすごく、なんていうんですかね、身離れがいいっていうんですかね、簡単にスルッとこう骨抜けますからね、食べやすい方の魚だと僕は思います。いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね。